正当な着手をして、超優秀な頭脳を持つ将来を約束されたエリート。実は君の来期の授業料がまだ支払われていない。そんな、俺の財産は後見人であるおじ上がきちんと。おい、主が帰ったぞ。ケビン、誰かいないのか。実は少々まずいことになっておりまして。はい、ご覧の通り、すっからかんです。俺の華麗なる未来日記はどうなる。そうだ、学費だ。支払えなきゃ退学になってしまう。何か知らないのか。隠し金庫のありかとか、隠し部屋とか、隠し扉か。行くぞ。やっと会えた。ソロモンの魂を持つ人よ。誰だ貴様。俺の名はダンタリオ。赤い36軍団を率いる大功者。赤い大王になるにふさわしいもの。俺を選び、現魔界皇帝であらせられるルシファーよ。ただいまお眠りになっております。位の高い悪人と長くお眠りになるんです。その間の代理ってことか。現在魔界には様々な派閥がございます。それぞれが代理王候補者を擁立しているんです。つまり俺の祖先は72柱もの悪魔を生き、壺に封じたあのソロモン王だ。俺は科学を愛するリアリストだからな。悪魔ですね。バカバカしい。もう収めてある。一体誰が、おじゅうか。はじめまして、ダンタリオン・ヒューバーです。よろしくお願いします。誰がお前の打撃を払ってやったと思ったの。全抵抗の存在を知った他の悪魔がいつやってくるかわからない。俺がお前を使う。はじめまして、シトリー・カートライトです。実は僕の叔父は趣味で将来有望な若者を支援している。きっと叔父は先輩のことを気に入ると思います。アイザック、これは君のためでもあるんだ。来た。お前たちは言うが、俺は誰も選ばないし、誰にもつかない。だが監視はさせてもらうぜ、ダンタリオ。この手こいつって失礼な。学校の総代だぞ。やはりレイゾン客、お前は悪魔だ。30の軍団を従い、序列53番目の総統の悪魔にして、ベルゼビュートを後見人とする3人目の代理王候補。神は詰まるところ、問題は展開の狙いが魔界ではなく選定校にあったということでは。人間界に彼を置いておいては危険だという話です。アニメ魔界王子はご覧の時間から放送開始。さあ遠慮なく見ろ。おい、